木の根専門店谷口工務店代表の谷口博一です。このチャンネルはですね、これから家づくりをされる方への、いろんなお役立ちの情報をお伝えする番組です。今日はですね、自分の家で設計をしたというお宅をですね、今日はルームツアーしていきたいと思います。で、案内はですね、自宅である担当した西川が、ちょっと自己紹介を簡単に、設計部の西川と申します。設計事務所で設計をしてたので、またいろんなご要望も叶えられるかなと思いますので、いろいろと気になった方はご相談ください。うちは娘一人と夫婦の3人家族でして、今小学校4年生ですね。このお家にちょっとそこにも桜が見えてるんですけど、名前に桜という文字が入ってる娘にちなんで、いろいろと桜を使ってます。お隣のお旅所というところがあるんですけれども、そこにも桜の景色が借景でいただくことができますし、そこにちょっと10月桜という桜も植えてたり、あと家の中のフロア材をブラックチェリーという桜のフロアを使ってたりっていうのが一つ特徴にはなってます。あとはそうですね、結構敷地がかなりコンパクトで37坪しかないです。滋賀県の住宅だと大体 5,60 坪のお土地が多いんですけれども、ここの場合はちょっとコンパクトな土地でどれだけお家を豊かにできるかっていうチャレンジもしてみたいなということでさせていただいてます。外観の方は、白いソトン壁という材料でして、魚屋さんが手で塗っていくような壁です。夫婦ともに、白い壁いいねということでこちらにしました。シラス台地のね、火山灰をね、壁に塗ってますので結構長持ちするんです、この材料ね。市場にある材料でいくとトップクラスの長持ちする材料ですよね。灰ですからそれ以上劣化することないんですよね。で、白い色で汚れとかを気にされる方も多いと思うんですけれども、この材料は無機質といって栄養がない材料なので、結構汚れがつかないですね。苔とかカビが生えないということで、なのでかなりフリーメンテナンスで10年ぐらい経ってもこれぐらいの状態保てるんじゃないかなという材料です。結構ひさしのラインとかね、揃ってるから綺麗ですよね。こうそのね、はい、渡ります。じゃあガレージからちょっと説明してもらっていいですか。ガレージが、横2台が理想なんですけど、さすがに37坪の敷地ですので、それは厳しいので縦2台で、ただインナーガレージといって、雨に濡れないガレージにしてみたいなと思ってましたので、10列ですけれども雨に濡れないガレージになってます。で、あとはちょっとこれが特徴的なんですけども、サビ取りといって、水がこうそれぞれの受けにですね、つながってしていくようなものです。なんで雨の日とか結構水が流れてるのが綺麗でして、これはこれですごく趣があるものですね、はい、なるほどね。こっちに桜が先ほど言ったんですけども、桜が見当たらないちょっと建物をセットバックしてまして、その分ちょっと軽自動車が入るぐらいの感じが取れてますので、はい、毎日お客さんいっぱい来られた時はあと2台入れてもらうこともできます。ガレージの左手が物置になってまして、はい、こういう形でこうスライドして開けれるようになってます。これが全部で4枚扉があるので、こちらに結構外物、キャンプ用品とか、お庭の用品とかを全部しまってるような形です、うん、これ基地の換気扇ね。そうです、これは基地の換気扇ですね。はい、ここに出てくる換気扇、そう、フードの、ちょっと外にあまり見せたくなかったので軒天に出してます。で、こちらに勝手口がありまして、ちょっとあんまり外から見えないように格子をつけてますけれども、普段は車から降りた時はこっちの勝手口から入ることが多いです。で、ちょっと荷物持ってることも多いのでベンチを作ってあって、ここに荷物置いてから鍵開けたり、はいはい、であと外で濡れた傘がいつも困るので、そこに傘立って、はい、おお、これいいですね。それいいですね、はい、物干しが中に、そうですね、はい、たまにこう外物を干したい時とか、テントとか最近買ってキャンプ行ってみたことあるんですけど、その時にはここにテントを干したいっていうことで結構使い勝手いいですね。あとはこの辺でお休みの日はバーベキューをしたりしてまして、割とこう車そっちに止めといて、ここも閉めてしまったらかなりプライベートなスペースになるので、天候関係なく外の食事も楽しめるような、お庭がちょっと少ないお家なので、外でいかに過ごせる場所を作るかっていうのでも役立ってますね。はい、ここね、2台開けたら、そうです、そうです、2家族とかでもバーベキューできるし、全然できますね。いろんな可能性あるね、こういう空間、ちょっと雨濡れない、こういう囲まれた空間っていろんなことできるので、ちょっと贅沢な、ね、はい、場所にはなるけども、作ってよかったな、全然違うね、はい、
その分費用どうしても上がってしまうんだけどね。そう、ちょっと上がっちゃうんですけど、その価値は十分あったなとは思いますね。じゃあ、お邪魔します。実際このど、あの土間もね、はい、洗い出しって綺麗ですよね。メンテナンスも非常にしやすいですし、汚れも目立たないので、はい、おすすめです。ちょっとこう年取った時でも靴が履きやすいようにということで、はい、ベンチ的なものが欲しいなと思ったんですけど、うん、プラスまあ収納も欲しいなというので飾り棚兼ベンチ兼収納みたいな形で、はい、させていただいてます。一応玄関のこの床材綺麗ですね。そうですね、これがあのブラックチェリーという、はい、材料になっています。この奥にあの勉強部屋があるんですけれども、今はワンルーム大きな部屋にしてて、将来的にまあ娘の部屋として区切ってという形で考えています。この扉もいいですね。そうですね、ちょっと夏っぽい感じですけど、あんまりこう閉塞感がないあの空間にしたかったので、ちょっと抜け感のあるドアにしてます。結構ね、このうち小技がたくさんありますね。いや、もうすでに玄関だけで結構多いです、うん、もういっぱいある、いっぱいある。あと、まあ、小技で言うと、あの、そっちもですね、実は開くようになってまして、なんと壁がですね、実は。なるほど。こういう形で、あの、そっちに開く、通り抜けられるようになってます。なので、勝手口と繋がっていて、はい。マジか、すげえ、はい。ここ行き来することが結構多いので、ただ靴持って中歩くのもちょっと嫌なので、と、うん、いうので、スッと行けるように。ただ、普段はもうこうやって閉めてしまったら取ってもないので、壁のように見えるようには作ってます。うん、はい。で、真ん中に階段がありまして、はい、で、こちらに子供部屋があります。中入っても大丈夫？はい。おー、広いね。勉強机はうちの、 あの家具で作ったオリジナルですね。ちょっと後でこう組み替えれるようにレゴみたいに下の棚とかが全部外せるようになってて、形を自由にできるようになります。で、将来的にはここで区切ってしまって、うんうん、子供部屋と別の部屋という2人目、はい、いや、まあ、2人目というよりはもう親の部屋かなという感じですけどね。同じぐらいの広さがもう1個裏、そうですね、はい、こっち側にもありますね、はい。で、こっち向いていただくと勝手口になるという感じですね。うん、はい、先のね、先の形なんかぐるぐる回れるような感じになってます、はい。階段を中心にぐるぐると回っていただけるような動作で、あと廊下も全部実はこの両脇も収納になってまして、こういう形で今ちょっと本棚として使ってますけども、奥は靴箱ですね、はいはいはい、全部スライドで、はい、全部こっちもスライドで開く感じですね。こういう感じで、はい、開きます。こちらがお風呂ですね。いつもあの、はい、メンテナンス結構やっぱり共働きで大変なので、ここはもうユニットバスで、ただ狭苦しくしたくなかったのでガラス張りで極力広く感じられるようにということと、あとまあお手洗いどうしても1階にも欲しいなということがあったので、ここにもう間仕切りなしでお部屋にしないで脱衣所にお手洗いをという形ですね。意外と使いやすいもんね。使いやすいですね。で、あの間に仕切ってるのがタオルウォーマーというもので、バスタオルとかかけておいていただけるとすぐ乾きますね。なのですごく重宝してます。今だからね、あのコロナでいろんな殺菌とか考えると、はいね、熱が一番いいもんね、はい、なんでバスタオルを湿った状態で置いとかなくていいので、うん、あと着替えとかもかけておいてもらえると、こうふんわりあったかい着替えを着れるというような、はい、形です。この洗面所の上のね、あの高窓が効いてますね、はい、そうですね、すごい明るい。この普段室内も真っ暗けになるんだけど、洗面所もこうやって明るく感じます、ね、上 の, あの横の、ね、横段があるだけでね、うん、この洗面所でもちょっと変わってますね。そうですね、あの既製品なんですけど、うん、どうしても蛇口周りが濡れてしまってびしゃびしゃになるのが嫌だったので、上から出てるやつを探して、なおかつ大きなボールのタイプというとこれがいいのがあったので、はい、じゃあ2階上がってきます、うん、まあ、こういうちょっとした1階のね、踏み板もこう見てください、 R になりますよね、うん、はい、これ角立っておくと角に足ぶつけることなんですけど、まあ、ちょっとした空間のね利用があの上手にしてますよね。これ手すりもすごくシンプルでいいですよね。照明をちょっと下に組み込んで、はい、足元が明るくなる、うん、ます、ね、このそうです、ね、床材いいっすね。チェリーね、チェリーちょっと綺麗ですね。チェリーっていうと、はい、桜も桜も、そうですね、はい、うわ、広っ、はい、綺麗ですね。
これがあのリビングダイニングキッチンはもうワンルームで、でさっきもちょっと言ってましたけど奥に林があるので借景で緑がいただけるという、うん、はい、かなりこういい景色をいただいています。いいね、もうクリスマスやからね。そうですね、クリスマスツリーと一緒にサンタさん来るんですか。毎年来てますね。来てます。煙突がない。煙突ないですけどね、はい、まああの天窓はありますんで。あ、はい、ちょっと室内干しの場所です。あ、そうなんですか。物干しですから。なんてことでしょう。これ室内やんね、これ。そうです、そうです。あー、やっぱ要は室内やけど室外みたいな。ここは床下あったかい。日差しが入ったところはすごいあったかい。入ったあったかいな。気持ちいいですね。これも寝てんの。あ、寝てます、寝てます。これええな、はい、バルコニーに見えるけどちゃうんだよな。そうですね、室内で。これ本当はここに物干しとして洗濯物を干してる形です、はい。なんでこの後ろが実は洗濯機場で。え、マジか。変化球が多すぎです。変化球ちょっと多めですね。はい、そっか、この横も開くわけ。そうですね、これも開いてメンテナンスができるようになってます。で閉めてしまえばもう存在わからない。わかんないです、はい、なんか外空間かなみたいな感じにはできますね、うん。このね、引いても見た目悪いじゃないですか、はい、だからこう押してこう出てくる。西川さん、これ、はい、上もあれですよ、はい、こだわってますよね、多分。あ、そうですね、金具を見せたくなかったので、はい、ちょっと水筒を切って埋め込むような形にしてるので、うん、大工さんはすごい大変だったんですけども、はい、頑張ってやってもらいました。うん、それによって、これ外してしまうともう本当に分かんなくなってくる。分かんないですね、はい、こんな形で、はい、目立たなくなってくるという形ですね。はこの木もいいっすよね。うん、そうですね、これあのヒノキですね。あ、ヒノキで無塗装なんで多分香ってるとは思うんですけどね。ちょっとここ、はい、1枚をですね3本ぐらい溝を掘ってる板で、はい、細かく見せてるんですね。実は細かい板じゃなくて、はい、これで1枚とかっていう形なんですと、はい、それであのなんかこう繊細な雰囲気になるように、はいはい、なって。北欧の建築家とかが昔よくやってたデザインに近い、好きなので、はい、それをちょっとこうオマージュしてます、ね。はあ、ここの壁はここはあの外っぽくしたかったので、はい、あの外の外壁と一緒の材料で仕上げてます。うん、やっぱ空気感すごいいいね。そうですね、で物干しなんで湿気が出たりしますんで、湿気を吸って吐いてくれる壁なのでこういうものにしてますね。で床はタイルにしてちょっと外な雰囲気が出るようにしてます。そのままちょっと路地みたいな空間にして、はいはい、左手が畳の部屋になります。広い、はい、でここが実は寝室で、あ、家族、川の字で3人で、あ、ここで寝てるの、はい、ただまあコンパクトな家なんで、はい、まあ、いろんなものを兼ねたいなということで、布団上げたら畳の間として使えるようにということで、うんうん、はい、意外と畳の寝室って流行るというか、どうなるのこれからね。だからベッド置いたらもうベッドだけやもんね。そうなんですよ、もったいないですもんね。寝室しか使えないんですよ。僕は子供の昼間遊んだりもできますし、たまに友達とかパーティーするんやったらもうその時はしもたらいいしね。そうです、これ何向きでしたっけ。これね、北西、まあ、こっちが南なんですけど、こっちが南、はい、でこっちが西ですね、はいはい、ちょっと狭いので、その押し入れの下もちょっと上げて畳がちょっとでも広くなるように。これはもう空間広く見せる。そうですね、はい、あの3人引いてしまうとギリギリなので、はい、なんでまあこっちが一番軽いので、ショートジャケットら開けていいですか。はい、なんてことでしょう。こんな感じですね。で一応こっちも全開できるように回転障子といって、あの、はい、社長の家だったと思うんですけど、はいはい、これがこうずっと回転していける、はい、なってますね。で向こうにちょっとこう個性の山並みが見えたりするので、ここも結構いい景色の場所です。平山系、はい、あ、ちょっと少し見えたね。あとちょっと憧れがあって、出窓で座って本を読むみたいなのがいいなと思ったことがあって、はい、あ、そこも開くんです。なんでここが結構幅が奥行きがあって、あ、ちょっと座ってみてください。本読んでるシーン、こう座って本を読むような形にしたいなというふうに思って作ってます。絵になるね。めっちゃいいですね。天井はヨシドといって、リアコガにもいっぱい生えてるんですけど、ヨシというあの植物ですね、を、まあ、並べたような天井にしてます。で、壁は玉紙と言わして、はいはい、下はちょっとビアコイメージしてブルーの色にしてという形ですね。で、これはちょっと殴りの床を少しだけ
足触りがいいので使ってます。これ奈良ですよね。これ奈良だですね。はい、そうですね、はい、旅館のよくお布団とかベッドとかって上がってる感じがあるので、ちょっと一段上げてそういう雰囲気も楽しみたいなというので作ってますね。で、僕ちょっと気になると思うんですけど、はい、小森部屋がありまして、これ最高やね、はい、まあ、こういう形で、そこで本読んだり本読めたり、あと、まあ、ポリゴタツだったり、そうですね、これは最近はあの奥さんがズームをここでやって、うん、そうすると背景が加工しないでいいので、なるほどね、この辺にも物いっぱい置けますので、意外とこう1畳ないぐらいの部屋ですけども、うん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 、すごい落ち着きますね。座っていい？どうぞ。もう究極の空間、こういうとこ好きやね、ほんまに狭いところが、はい、落ち着いてるけど、後ろに背もたれもついてますので、ね、あ、いいね、この角の R は、はい、ね、実はちょっと角が R 効いてまして、優しい感じになってます。こういう部屋は意外といい、ね、作った方がいいよね。はい、ついつい収納にしちゃうんだけどね、はい、あえてこう窓つけてするのと全然ちゃうもんね。本当にもう一畳だけなんでね、大してお家の面積は飛ばないんですけど、すごく豊かな場所ができる。これ、これなんでしたっけ。これがですね、ウォークスルースクローゼットですね。飛び抜けできる、あ、はい、あ、向こうつながってるね、はい、このままずっと、おー、ウォークスルー、こういう形で飛び抜けができるようなクローゼットになってウォークスルー、はい、楽しい。なんでこれぐらい通るね。実はぐるぐる回れる間取りになってまして、うん、お家の中も娘とかも走り回れるような感じですね。うん、これ何に近いですか。あ、それあのアイロン台です。社長のちょっと一緒の。あ、ガシャッと。はい、はい、あ、アイロン台ね、壁にね、はい、こう置いとくとアイロン台いちいちね、出してこなくていい、よくて。で、もう倒して。こうするとアイロンね、かけますよ。はい、で、回転もできます。はい、これいいでしょ。はい、めっちゃいい。意外とあの立ってやるといいみたいで、これはつけてよかったなって言ってましたね。結構場所いるもんね。アイロン台場所取りますんでね、うん、はい、ここだけで済んでしまうので。で、撮影はお手洗いですね。あ、お手洗いです、はい、このトップライトもいい場所にあるね。そうですね、一番暗くなりそうなところに、うんうん、はい、つけました。お手洗い見て大丈夫ですか。どうぞどうぞ。社長、じゃあ開けます。よいしょ。まあまああるし、センサーライトね、消し忘れとかあるもんね。はい、そうですね、いいですね。で、1畳を効率的に使えるように三角形のこの手洗い兼収納がついてます。で、こちらがですね、一応あのこっちがダイニングなんですけど、ダイニングだけやと子供が勉強したりするとこう物がいっぱいわさっとなってしまいますので、あえてあっちにもカウンターを作って両方で使い分けできるようにしてます。まあ、なかなかちょっとまだうまくは使い分けれてないですけど、はい、で、この障子の奥に実はさっきの桜の木が、桜、おお、うわ、はい、これ満開の時抜群やね、目の前すぎる。またあのぜひ写真とかで見てもらいたいです。写真撮った、はい、あ、写真撮ってあります。あ、なんで本当に春になると開ける機会が多くなりますね。うん、目の前すぎますね。そうですね、本当ありがたい敷地ですね。ちょっと低め、奥さんが身長は割と低めなので、ね、あの高さを抑えてあります。で、まあ、IH のコンロとっていう形で、うん、はい、やってます。で、まあ、ゴミが出やすいのがシンクなので、その下でゴミスペースを取ってるのと、まあ、奥にですね、あのパントリー兼食器棚がありますので、まあ、普段はここで使うんですけど、お客さんがちょっとだけ閉めてしまえば、うん、なくなります。そっちは何が重り何が入ってるんですか。こっちが食器でこっちが食材です。あ、食器食材か、はい、後ろがあのレンジが、まあ、入ってるのと、うん、あと今覚えてますけど食洗機が大きいね、この身ですね。一番、まあ、割と大きなタイプを、うん、やっぱり大きいとどうですか、使ってみて。もう1日分もしくは2日ぐらいいけてる感じですね。小さいのと比べたらやっぱり全然違うの。もう入れやすいんでね、やっぱ小さいのやったらもうちょっと不便やったかもしれないですね。不便かな、うんうん、で奥がシンクで、ちょっと僕がこの高さだと結構しんどいので、もう一個別にシンクを。若干高いです、ね、はい、割と高くなってます。この上は、この上はシブレット。あ、これちょっとこう下ろせるような収納ですね。はい、あと、まあ冷蔵庫を買うサイズ決まってたので、それに合わせて冷蔵庫の大きさも。これシャープ、ね、これアクアというところの。あ、綺麗やね、これ浅いんですよ、奥行きが。あ、だからすっきり収まってくれるので。そうか、
両開き。そうですね、両開きで、上が食材で、下が全部冷凍なんですね。ああ、はい、そうね。こっちの収納は？うちは、これも収納。はい、ここは全部まあ本とかが入るような収納で、こっちとこっちが両方使いますね。はいはい。リビングとダイニングの天井は一応あの2階なので天井の形自由にできますんで。あのこう肩流れとかもできたんですけれども、ちょっと優しい天井がいいなというので、いいな、大工さんに頑張ってもらって R のちょっと曲線の効いた天井にしてます。で、間接照明も入れてるので光もきれいに反射してくれますので、で一応この部分で光の強さとかも変えれるのと色も変えます。なので夜になったらこういうあったかい色にして、朝になったらちょっとご名様のためにあの中白色っていう昼間の色にしてっていうので、それは全部こう娘が覚えてくれてるんで、セッティングを朝と夜でやってくれてるんですけど、ということで、今日はですね、石川設計士のですね、あのご自宅、ルームツアーということで、何か一言。はい、結構そのいろんな場所を作るとこう一つの用途じゃなくて、さっきの和室みたいにですね、寝るときに使ったり子供が遊びに使ったりっていうこともできますので、そういうすることによってこうコンパクトな土地でも活かしていくことができますので、いろんなこうご希望を持ってあのまたご相談いただければと思います。はい、だって私来た時はちょっと生活されてない状況だったん で、うん、でされてるのを見て全然違う建物にちょっと見えたというか、だからあれこのやったかなという感じがするんだけど、やっぱ住み方も非常に重要かなと思いますよ ね、 うすね、どう使ってるか、まあだからこれから家族がどんどんあの変化していく中でもまだまだ楽しめる要素があるし、いい設計ねしてるなと思って出ました。はい、いいことですね。いいね、コメント、チャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。こちらそう向けた形です。おこで布をちょっと伸ばしていって寝ていく。あ、こういうこと。はいはい、そうなんですよ。で頭の方も伸ばしていって、おこ、あ、ほんまや。はいはい、びっくり。ちょっとなんで揺れるのこれ。勝手に揺れますよね、それは。すごいな、止まらないでこれ。そのうち止まります。あ、ちょっとね、めっちゃ気持ちいいこれ。マジ